医学部志望の高二ですとやらないといけないやらないといけないと分かっているのでどうしてもやる気が出ない時の気持ちの作り方を教えていただきたいです。なんか一人でその環境に持っていくのはあんまり得策じゃないなと思ってます。おそらく人間ってそんな強く作られてなくて友達とか周りの人をうまく利用すると自分が その状況から楽しくやれるように、えー、できるんじゃないかなと思います。三つ環境を自分が頑張れる環境を作るっていうことですよね。おそらく一人じゃ難しいので、いくつか方法あるんじゃないかなと思います。今医学部志望の友達をしっかり周りに意識の高い人を周りにあのー、置いとくことが大事かなと思います。